今回は、FF8 のイベントの強プラスやっていきたいと思います。で、メンバーがとりあえずね、リフレクをかけてくるから、そのリフレクを解除する要因としてラムザ、もうバニッシュレイドのみバニッシュレイドのみ持ってきて、で、ヒナとイリアさんはとりあえず弱点の氷属性をバンバン攻めてもらって、で、バンが今度バンが結構重要で、バーストがかなり強いから、それに期待してバン、あとはもう回復は完全にミユリでよってって感じで、何度か行ってすでに、その、なんだろう、セフィロスでいつも通りご利用しようかなと思ったんだけど、それが無理だったから、セフィロスが、今回はこのメンバーで行こうかなっていう、これが一番いい気がするんだよね。で、フレンドさんはユーリさんのストーンラスキンをお借りします。一応、魔力を下げて氷と生属性攻撃、これに関しては大丈夫かなっていう。フレコをね、すごい使ってくるっていうのが見たいなって、メテオとかね。で、とりあえず行こう。はいはい、何度かね、またやり直しが必要かもしれない、このメンバーでも。どれぐらいいくかな。魔力は出てないから弱いか。今のとこ順調。ね、すごいいい感じ。どうしたんだろう今のとこすごい調子がいい。初めて使うね、バンのバースト。強い。これで魔力と防御力抑えれるから、でかいよね。魔力下げまくりたいんだよ どうしよう。攻撃要因がお亡くなりになっちゃった。
ね、少ないかな。なんでどこまで押し切れるかだよね。あ、もうちょっとタイミング悪い。もうそう、え、って待って、どうしたらいいの、これミユ回復できないじゃん。どうしたらいいんだろう。バンとかで削っていくしかないのかな、もう。え、無理じゃない、多分鉄壁切れちゃうよね。これなら回復するよ。必殺技オンリー回復きつくないかな。では埋めておきたし、
応勝てた。もうね、何回もやりすぎて途中でカメラがねなくなってて容量が何回やったかな。ほんと、とりあえず、まあ、作りできてないからそこがちょっと後から解こうかな。頑張ってマスクリはとりあえずしてみようと思うけど、あー強かった。なんかエイトいつも苦戦するイメージなんだよねなんかすごい苦戦してる気がする、いつも。ちょっと今回のでもいけそうだから、ちょっとマスクリしたよっていうのを多分動画の最後につけておこうかなっていう。いやー辛かった。次がなんだっけ、深淵の間だよね。深淵の間はね無理だよいや頑張る、一回飛んでみようかなと思うけど、ちょっととりあえずバイバイ